僕の YouTube が1週間停止になっている間もすごく興味深い事象がいろいろ発生したっていうのか、僕も時々ライブ対談でお世話になっている洗脳さんとラカラカさんっていらっしゃるんですけど、この方々は毎朝ライブをされていて、で、それが結構面白いんですよね。ラジオみたいな感覚で聞ける YouTube なんですけど、YouTube ライブなんですけど、そこにまあ、毎朝150人から200人ぐらいの方がこう同時に聞きに来るっていうんですかね。それぐらいの一定数の人を集めるぐらいのその面白いコンテンツをこう毎朝されている方々なんですよね。で、まあ YouTube ライブなので、そのコメント欄がこうあって、そのファンの人なりなんなりがこういろんなコメントを残したり、あるいはそのライブではコメントを拾ったりして面白いんですけど、そこに突如ある人が現れたんですよね。ある人物が現れたっていうのか。で、この人物っていうのはこう現れてからすぐにこう人々のこう気を引いたっていうんですかね。僕も興味深かったっていうか、こういきなり現れて、そのものすごく、なんていうんですかね、注目を浴びる感じの人だったっていうのか。で、現にその話題に上っていたんですよね。で、結構好意的に捉えられてたと思うんですよ、僕からしたらなんですけど、僕は実際好意的に捉えていたっていうのか、こういう人もいるんだと、こう優秀な人がこう来たなっていう感じで思っていたっていうんですかね。何も疑いがなかったんですけど、しかし、この洗脳解放チャンネルさんの洗脳さんっていう方は、何かしら察知してたんですよね、もう最初ぐらいの時点でっていうんですかね。で、現に、まあ、すぐ後ぐらいに、その方が、その洗脳さんとラカラカさんのライブに出演するっていう機会が来たんですよね。で、僕は、あ、ライブに出るんやと、こういきなり出るんや、みたいな感じで思っていたんですけど、そしたら洗脳さんが、ダメだっていうことをこう言ってたようなんですよ、水面下では。でも、ライブは行われたんですよね。で、途中で洗脳さんとその方がちょっと言い合いになるような出来事もあったりして、そのライブ自体はすごく面白かったんですけど、それを見てても僕はほとんどその人が怪しいっていうことに気がつかなかったっていうんですかね。別に怪しいって言ってもそんなに悪い人だとは僕はそこまで思わないんですけど、しかし洗脳さんはある種のことを見抜いていたんですよね。で、結局その方は最近ショップをしますっていうことをしだしたんですよね。まあある種のその YouTube でもこう注目が高まってきたからなのか、その物を売ったら売れるんじゃないかってこう思い始めたんだと思うんですよ。別に僕はそれは全然悪いことじゃないと思うんですよ、物を売るっていうのは。しかしなんですよね、その売っているもの自体っていうのが僕から見てもあれって思うようなものだったんですよね。そんなものっていうのは、まあ、いわゆる怪しいっていうんですかね。まあ何年か前にも、まあ総理大臣なり何なり誰かが1本5000円ぐらいする水みたいな、そういうのを買わされてる的な話があったと思うんですけど、ああいうのを僕はかなり怪しいと思う方なんですよね。いくらなんでも、そんな水が何千円とかってありえないじゃないかと。石が何千円みたいな。まあ僕もアートとして石を売っているっていうのはあるんですけど、それってなんて言うんですかね。僕の基準で考えても、あ、ちょっと違うかもしれんなと思える内容だったんですよ。実際そう、ショップが始まってみて、初めて僕は気がついたんですよね。あらっと。洗脳さんは それをめちゃくちゃ初期の段階で見抜いていたんですよ。これがやっぱり専門家ってやっぱりすごいなと。なんであの段階でそれが見抜けたんやと。いいんですよ、別に。人が何を売ろうが構わないっていうんですかね。まあ、今話題のガーシーさんも芸能人に合わすっていうことで、アテンドするっていうことで、そういう商売もあるみたいなんですよね。ものすごい、この人と会うために何十万何百万って払う人がいると。ある種、もうお金払う人がいる以上は、そういう商売が成立するというのか。しかし、なんていうんですかね、何の確証もないとは言い切れないと思うんですけど、その確証がなさそうな塩であるとか石であるとか、そういうものをそこまで不当な価格と言い切れるかどうか微妙ではあるんですけど、僕からしたらちょっとそれはどうやろっていうぐらいの感じなんですよね。まあそんなザラにあるんで、どっかしらのその雑貨店とかでも
ちょっと高い塩とかあったりしますけど、ちょっとそれとは逸脱してるんじゃなかろうかと思えるレベルではあるんですよ、確かに。だから、おおって思ったんですよね。完全に僕は、その人自身、別にその、なんていうんですかね、僕自身は何の被害も受けていないので、そういうものを販売しますよって言って僕は買わないので、僕自身からしたらその違和感のある数値が提示されているので、これはどうなんやろうと、いう世界観なんですよね。僕からしたらなんですけど、それを全然そんなことはないよと、これはこういうもんだと思う人がいることは全然構わないと思うんですよ。それが法的にどういうふうに引っかかるとかは僕はそんなわからないんですけど、しかし僕のその生きてきた感覚っていうんですかね、この社会的な感覚からしてどうなんやろうと思えるような世界観だったんですよ。で、そのことが、そういう、その人がそれを始めるまで気がつくことができなかったっていうんですかね。だからどっちもすごいなと。その人自身もすごいっていうんですかね。で、現にそれに疑問を持っていなくて、その洗脳さんを攻撃してる人もいるんですよ。だからどっちが正しいかは分からないですけど、僕からしたらその商売はどうでしょうかと思う方なんですよね、僕からしたら。だからそれをこういち早く見抜いていた洗脳さんっていうのはやばいなと、そう思う出来事があったんですよね。そのことに関して全然知らない人からしたら何のこっちゃっていう話かもしれないんですけど、すごいなと。そのなんていうんですかね、なんでわかったんやろっていうレベルっていうんですかね、僕からしたら、まあ、その人は、すごいいい人なんやろなと。まあ、いい人だとは思う、まあ、わからないですけど、その実際どういう感覚でそれを、本当にそういうものだと、それぐらいのレベルのものなんだと、これはと。僕もその単なる意思を、これアートとしてこれぐらいの価値ありますよということで、売ったりしているので、ただ僕はそれに何かしら効果があるとか全然何も言ってないんですよね。これはアートとして考えたら、意思って面白いですよと、こういうコンセプトなので、別にそれが詐欺だと言われようが何と言われようが僕は、いいですよと、ただ僕はこれアートとして扱ってますっていうだけなんで、だから誰が何をどう考えようか自由ではあるとは思うんですけど、ただ その現状そうなってから考えてみると、ああやっぱそういうことやったんかと、なんていうんですかね、面白いことが発生したなっていうんですかね、こういうところも面白いんですよね。そのフラットアースの世界観っていうんですかね、フラットアースのことに注目したからこそそういう場面に出くわすことができたっていうんですかね、これ面白いなと。僕もいつ何時何かに騙されるかわからないっていうんですかね、まあ、そういう時は洗脳さんに相談すればすぐに見抜いてくれるっていうんですかね、なんかそういうありがたいなということを思いましたっていう話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。